5月15日の宇野塾通信をお送りしています。今日はついに習近平がウォロディミール・ゼレンスキーに電話したの2日目です。中国の指導者がウクライナの和平推進を約束ということで2日目です。では中国の心変わりをどう説明するのか。ロシアとウクライナは和平交渉に近づいていない。戦場が大きく変わったわけでもない。しかし今回の会談は中国のウクライナに対するアプローチに焦点を当てた激しい外交の機会を得たものである。また中国の駐仏大使が旧ソ連諸国の主権に疑問を呈し外交的な大騒動を引き起こした数日後でもある。中国の外務省はすぐにこの発言を否定した。しかし欧州や旧ソ連諸国の多くにとってこの暴言は中国がウクライナの和平調停者として行動するにはロシアに近すぎることを示す新たな証拠となった。中国が2月に提案した和平案はクレムリンの要求の多くを反映しロシアの撤退を求めていないことからすでに懐疑的な見方をしていた。このような疑念は3月に習近平氏がモスクワを訪問し国際刑事裁判所がプーチン氏を戦争犯罪で起訴した数日後に協力の拡大を約束したことから強まった。またアメリカは中国がロシアへの武器売却を検討していると主張しており、欧州の指導者たちはこれはレッドラインを超えることになると述べている。ということで、中国がロシアとウクライナの和平交渉に、なぜ関与しているのか。一つには外交問題で中国の駐仏大使がウクライナはソ連の主権をがあるというようなことを言ったばっかりだったんですね。で中国政府はすぐ否定したわけですけれども、中国はロシアに近すぎるということを、ヨーロッパに示してしまったことになっているわけですね。で、中国はクレムリンの要求通りに考えていて、ロシアの撤退を考えていないということもヨーロッパに寛容的な考え方を示している。でしかも今回習近平がモスクワを訪問したのはプーチンが国際刑事裁判所で有罪判決を受けたすぐ後なんですね。またアメリカは中国はロシアへ武器売却を検討してんじゃないかという疑念を持っているということですね。